にちは、CRD です。おそらくこのチャンネルを見られている方は僕と同世代のね、2000年ぐらいに高校生時代を過ごした方って結構多いんじゃないかなと思います。2000年頃ってヒップホップの黄金期というか、ヒップホップバブルみたいに言われてた時期があったんですよ。ちょうどアメリカではエミネムの8マイル、あとファレルなんかが出てきてね、日本ではジブラさんだとか、キックザカンクルーとかリップスライムとか、チャートの上位にヒップホップ勢が組み込むというね、しかも一組だけとかそういうことじゃなくて、たくさんのアーティストがランキングに名を連ねるという現象が起きましたね。まさにヒップホップブームというか、そういった時期がありました。音楽的にもチャートにたくさん乗ってくるようになったんですが、もちろん2000年頃っていうのはものすごいヒップホップのファッションっていうのが流行りましたよね。その中でも雑誌でワープだとかオーリーマガジンだとか、そういうのを見て青春時代過ごされた方も多いかなと思うんですね。そういうのに頻繁に登場してた方、それがシャカゾンビの大隅さんですよね。その大隅さんがですね、3日前2月3日に肺血症のために亡くなったという報道がされました。実際に亡くなられたのは先月の24日だそうなんですけれども、亡くなられたという報道がされたのが2月の3日でした。おそらく日本語ラップ好きの方だとシャカゾンビっていうのは避けて通れない、そういう存在だったんじゃないかなと思います。そして大隅さんといえば、やっぱりヒデボーイさん、イグニッションマンさんですねと一緒にやっていたスワッガーっていうブランドがありますね。その後にフェノメノン、そしてミスタージェントルマン、こういうファッションブランドのデザイナーであったっていうところ、そういうストリートファッションに精通しているという一面がありました。僕は常日頃ヒップホップの4大要素と言われるラップ、ダンス、グラフィティ、 DJ、 この4つの中にもう一つ付け加えるべきだっていうふうに言ってるんですけども、それがファッションなんですね。ヒップホップにはファッションという大きなファクターがあると僕は思ってます。時代によって様々変わっていくファッションなんですけれども、日本のヒップホップファッション、それとストリートファッションの中で大隅さんが手掛けられたスワッガーやフェノメノン、そういったブランドが与えた影響っていうのはものすごいでかかったんじゃないかなと思います。普段このチャンネルを見られてる方はもしかしたらヒップホップにあんまり詳しくない方もいらっしゃるかもしれないですし、ヒップホップは好きやけど最近のヒップホップが好きで90年代の日本語ラップってあまり聞いてないって方もね、若い方中心におられると思うんですね。しかしこの大隅さん、ビッグオーが与えたストリートファッションやヒップホップの影響、今日はそんな偉大なラッパーであり日本のヒップホップファッションの先駆者である大隅さん、ビッグオーさんに焦点を当ててお話をしたいと思います。ちょっと話の展開が散らかってしまうといけないので、いくつかに分けてお話をしたいと思います。まずは大隅さんがどういう人物だったかっていうところ、そして2つ目は大隅さんが手掛けたブランドっていうのがどういうブランドだったかっていうところのお話、そして3つ目は僕がめちゃくちゃ欲しいと思っているスニーカー、大隅さんの手掛けたスニーカーについてね、お話をしたいと思います。よろしくお願いします。まず最初は大隅さんがどういう人だったのかっていう話をさせていただきます。大隅さんはシャカゾンビという日本のヒップホップユニットのメンバーの一人です。シャカゾンビは大隅さんとヒデボーイさん、別名イグニッションマンっていう名前に改名されていらっしゃいましたが、この二人の 2MC、 そしてビートメーカーのツッチーさんという方がこのシャカゾンビのメンバーになります。シャカゾンビは1993年結成しました。グループ名は黄緑の黒帯さんが命名されたっていう風な話です。1995年にデビュー EP シャカアタック、これを発売して1996年4月24日カッティングエッジから手のひらを太陽にというこのカバー曲でメジャーデビューしました。手のひらを太陽にっていうあのアンパンマンで有名な柳瀬隆さんの作詞で NHK のみんなの歌でも放送されました。そのカバー曲を出した後、ブッダブランドと一緒にオーガミっていうクルーを結成してサンピンキャンプに参加します。そして1997年にファーストアルバムのヒーローザ SG を発売します。1999年にはセカンドアルバムのジャーニーオブフォアサイトを発売します。そして2003年にサードアルバムのザ・グッドフェラーズを発売します。そして2015年には亡くなられたブッダブランドのデブラージさんの追悼イベントに大怪我を披露して久々にグループとしてライブ活動を行ったという、そういった出自があります。僕は実際にお会いしたことはないんですが、大隅さんの人柄っていうのはすごく優しくて明るくて、そしてすごいおしゃれな方っていうイメージが強いということですね。その話を裏付けるかのようにですね、いろんなバンドとのコラボレーションをしたりしてますよね。ライブで一緒になったりとかするバンドも多くて、シャカゾンビがすごい活躍しちゃった2000年頃ってメロコアだとかミクスチャーだとかハードコア、そういうバンド界隈の人らも結構活発に活動してたんですよね。ポップスとかっていうよりもバンドの方が売れてたという感じがあります。そういう東京のアンダーグラウンドからメジャーまで幅広いところで活躍してるロック畑の方々とすごい仲が良かったみたいなんですよね。当時のインタビュー読んでもやっぱりロック畑の人たちがヒップホップの人たちと絡むのってちょっとねピリついてる感じが
があったそうなんですよ。というのがやっぱりまあそのロックの方々とヒップホップの方々っていうのはどっちもですね、自分たちの音楽ジャンルにすごくプライドを持ってるわけですね。だから例えばロック要素を取り入れたヒップホップだとか、ヒップホップ要素を取り入れたロックっていうのはちょっとまあ最初出たての頃っていうのはそんなにまあ親和性はなかったというか、割と俺の庭に入ってくんなよ的な空気をどっちも醸してたと思いますね。特に三品世代の方々って、三品世代の前のですね、伊藤聖光さんたちがやっていたその時の最先端、アンテナの高い人たちがやってるおしゃれとしてのヒップホップというか、こんなんが今流行ってんだよみたいな感じのヒップホップというか、まだ日本にヒップホップが根ざしてない頃のヒップホップ、そういうのに対抗してですね、やっぱりマスタイコア的な、軽く俺たちのジャンルを扱ってくれんなよっていう風な雰囲気がねあったので、それはヒップホップもロックも両方ともあって、特に三品世代の方々っていうのはそういうヒップホップを軽々しく扱うメディアに対してめちゃくちゃ中指を立てたわけですよね。自分たちのジャンルに誇りを持ってたということですね。しかしですね、そこに来てシャカゾンビは結構ロックのイベントにたくさん出ていて、ココバットとか、あとスモーガスとか、ブラフマンとかね、ノーザンブライトとか、そういうバンド界隈の人たちともすごく仲良くやってたっていうのがありました。もちろんドラゴンアッシュにジブラさんがフィーチャリングしたりとか、ドラゴンアッシュが主催するツアーにリップスライムが参加したりとか、そういうミクスチャーな動きっていうのはあったのはあったんですけれども、とりわけその中でもシャカゾンビはロック界隈の人たちとすごい仲良かった印象があります。そういうところからも大隅さんはおそらくですね、あんまり垣根を作らず、ジャンルにこだわった見方じゃなくて、自分たちのジャンルにプライドはあるけれども、他のジャンルを否定して自分たちの方がかっこいいみたいなね、そういう凝り固まった感じじゃなくて、もっとピースなね、器の広い考え方をしてらっしゃったみたいですね。僕は正直ヒップホップよりも先にロックが好きになったんですよ。ラップやり始めたのも大人になってからなんで、それまでは結構ロックをたくさん聞いてました。なのでね、僕はこの大隅さんのマインドすごいリスペクトしてますね。そして大隅さんのですね、手掛けたブランドスワッガー、フェノメノ、そしてミスタージェントルマンと、この3つがあるんですけれども、一番最初スワッガーが始まったのが2000年なんですよね。ちょうど本当にヒップホップがもうバブルって言われ始めた時期ですね。僕はこの時期高校1年生だったんですけれども、バリバリにヒップホップブームを感じてましたね。そのヒップホップブームの最中ですね、2000年にこのスワッガーが始まります。スワッガーは大隅さんとヒデボーイさん、イグニッションマンさんですね、このお二人で始められたブランドです。当時のインタビューでも語ってられたんですけれども、とにかくハイクオリティのストリートブランド、自分たちの好きなものを落とし込んだストリートブランド、これを作るという意気込みがすごくあったそうです。ブランドの特徴としては柄物であったり、あと少し蛍光色が入ったような奇抜なカラーリングを使ってあったり、今でもすごく洗練されたブランドだったなというイメージがあります。というのが、当時流行っていたストリートブランド、2000年ぐらいのヒップホップファッションって、例えばアメリカだとフーブーだとかカールカナイだとか、そういう感じのちょっともう派手でちょっとマッチョな感じというか、デザイン的にはすごく分かりやすいようなね、そういう感じのものが多かったんですけども、スワッガーに関してはそこにですね、少しモードなエッセンスが入ってたりしてました。いわゆる普通にヒップホップファッションと言われているブランドに比べてですね、緻密に凝られてたりするんですね。今では当たり前かもしれないんですが、この頃って例えばグッチとかルイ・ヴィトンとか、そういうファッションブランドの服を着るっていうことはラッパーの中ではあったんですけれども、割とモノグラムだとかロゴドーンだったりとか、そういう分かりやすいものを着る人が多かったんですよね。対してこのスワッガーに関しては、柄であるとか形であるとかみたいな、そういうファッションの根本な部分で勝負しつつですね、ストリートのサイズ感であるとか定番と言われるものをスワッガーなりの形や再構築したデザインで出したりとか、そういう緻密なディティールっていうところが印象的でした。そしてこのスワッガーの次にフェノメノンというブランドを立ち上げます。このフェノメノンは2004年、大隅さんの好きな服、よりパーソナルな表現をしたいっていう考えから、大隅さんの個人ブランドとしてフェノメノンが立ち上がります。このフェノメノンという言葉の意味、フェノメノンのブランドコンセプトは音楽で、ダンスミュージックを軸に様々な音楽をミックスして洋服に形を変えて表現しているという、そういうコンセプトだそうで、このブランド名自体ラッパーのノトリアス B.I.G. ですね、ビギーの曲ラップフェノメノンという曲が由来になってます。フェノメノンはスワッガーに比べてよりモード寄りの印象が強いです。メンズとともにウィメンズも展開してたんですね。そういうところから見られるように、よりファッショナブルな方向に行ったっていう感じがありますね。ただやっぱりさっき言ってたフェノメノンの由来、ビギーのラップフェノメノンから取ってるっていう、こういうところに大隅さんのヒップホップに対する愛を感じます。実際このフェノメノンはすごくブランドとして成功しました。そんなフェノメノンを12年間ほどですね、大隅さんは手掛けてきてたんですけれども、2015年にフェノメノンが MCM の傘下に入ります。あのモノグラムのバッグで有名な MCM ですね、高級ブランドになりますけれども、その傘下にフェノメノンが入ることによって、大隅さんはこの2015年からフェノメノンのデザインを離れます。大隅さんはその3年前の2012年にミスタージェントルマンというブランドを立ち上げます。2018年には青山に店舗をオープンして、これからもコレクションは続いていく予定で、
2021年の秋冬に関しては大隅さんの追悼コレクションを行う予定だそうです。実際今でもオンラインストアがあるんですが、価格的には以前展開していたフェノメノンやスワッガーよりも少しお安い印象ですね。しかしデザインはめっちゃかっこいいと思います。洗練された日本のデザインって感じですね。そこにやっぱり大隅さんのエッセンスが入ってるんだと思うんですけども、色使いとかがやっぱり面白かったりしますね。僕は正直今回のことがあってこのミスタージェントルマンちゃんと見させていただいたんですけど、すごいブランドとしてかっこいいなと思いますし、価格帯的にも手に入りやすい感じなので改めてねチェックしたいなと思ってます。そのファッションデザイナーでもある大隅さんなんですが、最近のトピックで言うと去年の1月に MCM by フェノメノンという名前でコレクションを発表しました。まあ今はね MCM 傘下に入っているフェノメノンですが、大隅さんがデザインに復帰したのは5年ぶりということで少し話題になりましたね。大隅さんは亡くなる前の病室でミスタージェントルマンの次のコレクションの準備を進めていたそうです。すごい個性とデザインセンスの持ち主だなと思います。まだ47歳だったということでかなり若い年齢でね亡くなってしまってると思うんですけれども、ヒップホップ界隈の人って結構ね、最近もスティッキーさん、スカーズのスティッキーさんが亡くなられたりとか、 BCD さん、マキザマジックさん、デブラジさん亡くなられてる方って結構多いですよね。みんな早いんですよね。ただ僕はすごく思うのがね、音楽をやったりとかファッションデザインをしたりとかしてると自分のアーカイブというか自分のこれまで残してきたその生きてきた証みたいなものが残るじゃないですか。人の死っていうのは2個あるって言われますよね。一つがその人の、肉体的に亡くなった時、心臓が止まった時に死ぬと。でもう一つがその人のやってきたこととかその人のこと自身をみんなの記憶から消えた時にもう一回死ぬって言われますよね。そういう意味ではね、ヒップホップのね先人たち今亡くなってしまって新しいものは聞けないかもしれないですけども、そのアーカイブっていうのはずっと残るし、もうすでに知ってる人は新しいものを得ることができないかもしれない。だけど今から知る人っていうのはその先人たちが残したものっていうのを新しいものとして受け入れることができます。そして元々知ってる僕たちが新しいものとして受け入れた若い人たちの反応を見ることによってフレッシュな気持ちになることができる。こうやって記憶の中からね輪廻させていくというか、ずっと継続させていくことによってね、ずっと死なないというか、物質的にはなくなってるかもしれないですけれども、根本的な考え思想だとか聞こえてくる音だったりとかデザインだとか、その人が証として残したかったものの本質的な部分っていうのは残るんじゃないかなと思いますね。僕も自分の曲を作っている時はそういう風な気分で作ってます。僕が死んでも僕のことを覚えてる人がいてたり、僕の話題がちらほら出たりっていう風になったらいいなって思ってます。大隅さんに関してもですね、これまで残してこられたものっていうのがやっぱり圧倒的にたくさんありますんで、そんな膨大なライブラリね、今ね現存してるものは少ないかもしれないんですけども、大隅さんが手掛けてこられた音楽やファッションっていうのはすごく多いんですよね。僕は大隅さんのソロの I'm Gonna Be Alright っていう曲があるんですけども、それがめっちゃ好きで、よかったら MV をね下の概要欄に貼り付けてますんでね、見てみてください。もう日本人と思えんぐらいの迫力のある声、めちゃくちゃかっこいいですね。あとルーペフェアスコと一緒にやってる曲とかもありますし、あっちのラッパーにヒゲ取らないようなインパクトを残すっていうね、音楽面でもやっぱりかっこいいなと思います。そしてまあスニーカー好きとしてね、大隅さんの手掛けたもので欠かせないものがありますよね。それがこのスワッガーとナイキのターミネーターハイですね。これは2009年に発表されたもので、この当時ですね、前にもね何回かねお話をしたことあるんですけれども、2010年前後のラッパーのファッションって結構このねハイカットでベロを出すスタイルが流行ってたんですよね。そこも意識してなんですけれども、ベロがね通常よりちょっと長いターミネーターなんですよね。でこの時ちょうどねエアイージーも流行ってたのでね、やっぱりこのベロ出しでインパクトのあるバッシュ系のねスニーカーを出すっていうのがすごい流行ってたんですよね。ただこれに関してはね、もう公式でバカバキっていうね、今でさえバカバキっていう言い方してますけども、こういう右と左で色が違うスニーカーが公式から出るっていうことは当時すごい珍しかったんですよね。そういう意味でもめちゃくちゃチャレンジングやと思いますし、定価はねやっぱりいろいろ凝ってはるんで2万1000円っていうことで結構高いんですけれども、それなりにクオリティはちゃんとあるという。これね今中古市場でも売られてまして、僕も狙ってるんです。実はねずっと昔から狙ってるんですけど、僕のサイズがないんですよ。 0.5 センチ小さいとか、あと30センチででかすぎるとかね、これ飾っておくんやったら別にいいんですけれども、履きたいからっていうことで探してるんで、ずっとね見つからなくて欲しいなって思ってるモデルですね。今後また何かのね縁があって、手に入れた際にはここで紹介したいなと思います。このねエアフォースワンとかダンクじゃなくてターミネーターっていうのがねすごいですよね。このターミネーター自体はね1985年にダンクと一緒にカレッジプロジェクトの一種としてね出されたんですよね。だから時期的にはダンクとかエアフォースワンとかね、そういったものも全然ある時期なんですけれども、その時期の中からですねこのターミネーターをピックするという、マイナーというかねそこまでね人気がつくモデルではないターミネーターなんですけれども、これをね選んで、しかもワントーンで仕上げて、
そのワントーンを、色地でね、一つのスニーカーとして発売するという。あとチョコレートとミントっていうね、この組み合わせもすごいおしゃれやなと思いますね。ぜひね、いつかはね、自分のサイズをゲットして履いてみたいなと思います。ということで今回はですね、大隅さん、ビッグオーさんが、亡くなられたという、ことでですね、再度大隅さんが、やってこられた今までのことですね、音楽的なこと、ファッション的なこと、そういったところをアーカイブして、お話をまとめてみました。正直僕よりもですね、詳しい方とかすごく好きだった方っていう熱量を持ってね、好きで聞いていたり、ファッションとして大隅さんのデザインされた服を着てらっしゃった方っていうのは多いと思うんですよね。その思い入れが強い分、やっぱりね、落胆の気持ちというか残念っていう風な気持ちは強いとは思うんですよね。僕が思う個人に対する一番のリスペクトは、思い出すことであったり、その個人の過去を忍ぶことであったりとか、過去にやってこられたことを、次の世代に伝播することだとか、そういうことじゃないかなという風に思います。なのでね、これからも展開されていく予定であるという大隅さんのブランド、ミスタージェントルマンの新しいコレクション、ここには大隅さんのデザインもおそらくあると思います。それを楽しみしながらですね、今まで大隅さんがやられてきたことに関してね、思いを馳せたりとか、そういう時間をね、作っていただけたらいいかなと思います。本日もご視聴ありがとうございました。 CRD でした。